世界で一番面白い人生ガイド元井武夫の YouTube 動画でございますということで、今日はですね、まあ、以前もお話をしているわけなんですが、天の神様と今日は空の女神様なんですよ。その天と空というのがどう違うのかということを聞いたんですが、まあまあ微妙に違うらしいんですけれども、多分その、序列というか神々様のまあその順番があるので、まあ、その順番、天の神様と空の神様がどっちが上でどっちが下か分かりませんけれども、昨日ですね、令和6年5月6日月曜日の朝なんですよ。6時55分から7時26分にかけて、降臨されましたので、皆さんに、お話をしたいと、お告げを伝えたいと思います。人々は多くの苦難に困惑し、息苦しく生き抜く力が失せる人々もいるようです。時には空を見上げ、太陽の光、月の光、時には雨に濡れるが空からのエネルギーだと思ってください。多くの神々様は人を裕福にしようと思っていますが、神を信じない、他の宗教にしがみつく、もっと最悪なことに神を信じても願い事が一切合切叶うことなく、信じても意味がないと思う。よくわかる。しかし物事は簡単に解決しない、できないことになっている。なぜなら願えば叶う、それも簡単に願うなら誰が考えるという努力をするだろうか。神々様たちが考えなさいと言っているのは、この世には常に悪がはびこっている。神そのものが悪神だったり、人々が悪神たちのしもべとなっている。中には金で踊らされ、私利私欲に走っている。このような悪い輩が多いから、考えるを身につけるための一つの武器として使ってほしい。つまり考えるということは疲れる、時間がかかる、実行しても叶うことがない、だから疲れるが先に来る。人によっては失望し、諦め、鬱になったり、自分の命を止める人々もいる。神々というものは人々に幸福の国へ連れて行ってもらいたいと願っている。本当に願っている。しかし人々は神を信じない。さて、神というものは人々に考えるをやってほしい。誰が正しく、誰が間違っているのか。その間に天変地異という災いがある。地球は生きている。人々はトイレに行く、くしゃみをする。同じことです。赤ちゃんが生まれる時には柔らかく生まれる。頭蓋骨はいくつかに分かれてお母さんのお腹から出やすくなります。成長していくようになりながら硬い頭蓋骨になっていく。人生そのものの生き方が考えるのスタートになっています。赤ちゃんも同じ失敗を繰り返し繰り返しながら学習している。一度や二度だけではなく、
なるべく多くの時間で自分と見つめ合う時間を作って紙に書き、考えるを持ってください。いつの日か正しい自分なりの方向性が見えてきます。これが考えるの武器であり、人々の人生の羅針盤になるどころか、人々によっては自動操縦的に、あるいは意識的に生きているのに何の災いもなく天変地異に合わずに生きていける人々もいます。時間がかかりますが、これを短縮するためには考える力が解決します。嘘だと思ったら実行してください。目の前にある日のこと、おとぎ話以上の出来事の連続になることでしょう。焦らず、じっくり、悲観することなく生きてください。必ず、絶対、間違いなく、我々神々が存在することを全身で気がつく日が来ることでしょう。これからも多くを学び、多くを考えるを、多く、多く、持っていてください。人々の幸福を、あなた方の空ではなく、頭上で空の神様として応援しています。また降りていきます。今日はありがとうございました。空の女神よりということでございます。この内容に関しましては以前もやや同じようなことを動画にしたのではないかと思います。やはりその同じ神様がですね、時々降りてこられまして、お話しする内容は、ある程度重複するところもあるのは、まあ仕方ないかなというふうに思います。特に以前の動画でも多分同じだったと思いますけれども、時には空を見上げ、太陽の光、月夜の光、時には雨に濡れるが空からのエネルギーだと思ってくださいというようなことはですね、以前の動画でもひょっとしたら他の神様も同じようなことをおっしゃっているわけなんですけれども、我々人間の一つのエネルギーとしまして、太陽の光を浴びる、あるいは月夜の夜にですね月の光を浴びるであるとか、まあ風邪をひかない程度には雨に濡れる時もあるかと思いますけれども、それも一つの神からのエネルギーだということでございます。まあぜひ皆さんもいろんな人生の中で、この動画もどっか一つか二つぐらい考えさせるところもあるかと思いますし、今回の動画に関しましてはやはりその考えること、考えるということをもうしつこくおっしゃってましたけれども、やはり考えることによって、疲れたり、元気が出たりいろいろするかと思いますけれども、果敢に挑戦をしていただきながら、考えていきながらですね、自分の人生というものを楽しんでいただければと思います。ということで、世界で一番面白い人生ガイド元井武雄の YouTube 動画、今回は空の女神様が降臨されましたので動画にしました。毎日ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。これからももちろんガンガンやるわけなんですけれども、お付き合いいただければと思います。次回の動画まで世界中の良い子の皆さん、ごきげんよう、さようなら。毎日ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。